尾見村立小見小学校は、長野県東地区間郡、尾見村朝にある、公立学校小学校。2018年5月1日現在、学級数8、児童数91名。尾見村内で、唯一の小学校であるため学区は全域であり、山間部に住んでいるなどで、村営バスを利用して通学してくる生徒も一部いる。進学先は、尾見村立地区北中学校である。 学校の大規模改修を行った際に学校図書館と地域図書館が統合された。2004年に同校の施設は文部科学省より平成18年度公立学校有料施設表彰を受けた。2007年には同校の小学校3年生により総合的な学習の時間を利用して制作された CM が長野朝日放送のふるさと CM 大賞長野の第3位となった。 将来的な児童数の減少による、地区北村の堺小学校との統合も検討されている。聖博物館航空資料館として使用されている、旧校舎1878年に設立された。その後1970年に校舎が新築された際、旧校舎が聖高原に移築され、尾身村立聖博物館の航空資料館として生まれ変わり、建物内に、 F-104 のエンジンなどが展示されている。おみ小学校の学校図書館は、おみ図書館として公共図書館の機能を兼ねている。地域住民と児童の交流を目的とし、伝統文化継承の場ともなっている。図書館支所は、学校支所を兼ね、カウンターには、おみ小学校の児童が立って、一般利用者の貸し出し処理を担当する。法的には、 図書館法に基づく正規の図書館ではなく、公民館図書室である。アイッセルは JP-1006,372。2004年6月1日に開館。同年7月28日には、おみ図書館夏祭りを開催し、ボランティアが制作した絵本の主人公の衣装を着て、写真撮影できるコーナーや、スタンプラリー。 おみしょう児童の父母らによるパフォーマンスなどの催しが開かれた。スタンプラリーは後に高齢化し、おみしょう図書委員会の企画になっている。2017年4月3日に図書館システムの更新と蔵書整理を終えてリニューアルオープンした。開館時間は平日が10時から18時まで、土曜日が12時から17時までで日曜日、祝日、お盆。 年末年始は休館する。貸し出し冊数は5冊。貸し出し期間は2週間である。2016年現在の蔵書数は約3万冊で、うち半数が自動書である。ありがとうございます。